皆さん、兄弟いらっしゃいますか？一人っ子ですか？私は三人兄弟で、真ん中、長男でございます。今回の動画、長男、長女の方、ぜひ最後までご覧いただきたいなと思っております。はい、どうも、ナナビットです。序盤からですね、何を聞かされているんだというところなんですけれども、今回レビューしていくのは670という品番でございます。で、その前にですね、670、その歴史的な背景といいますか、とある靴と比較しながらちょっとだけ見ていこうと思っております。というのもですね、この670という品番、登場したのが1985年ですね。スニーカー好きの方、この1985年と聞いただけで、ゾクゾクすると思います。ニューバランス好きの方にとってはですね、あの伝説のスニーカー、そう、こちら、1300が発売されたという年でございます。で、670のですね、商品説明、公式もそうなんですけれども、いろんなセレクトショップを見てもですね、1300のアッパーを彷彿とさせるというふうに書かれてますね。あと、それともう一つ、日本、で作られたミッドソール、これが採用されていると。日米共同で作られたシーキャップですよね。日本の月星火星が作ったというミッドソールなんですけれども、それが初めて採用されているというのが記されております。で、ここまで見てですね、この同じ1985年に発売された2つのスニーカー、その後1300の方はですね、かなり世界的にも認知度も高いですね。支持されている靴でございます。で、670に関して知っている人、なかなか少ないと思うんですよね。はい。そう、古い品番ですからね。製造は一時止まり。で、2008年ぐらいにですね、アジア製の670というものは出てます。ステューシーだったりですね、ヘクティックとのコラボみたいな感じでですね、探せば今も出てくるとは思うんですけれども、で、ここ最近出てきたのが2019年あたりからですね、市場にちらほら出てきてました。で、日本での発売っていうのはですね、カラーリングも限られてはいるんですが、今となって公式にもですね、出てるというところでございます。はい。で、同年製のこの2つの品番の生まれた日がどちらが早いのか。ここではですね、私、670が早かったんじゃないかと思っているんですけれども、その訳としてですね、とある記事に書いてあったのが、スチールブルーグレー、これを初採用したのが670であると書かれているんですね。1300といえば、今でいうスチールブルーと言われてますけれども、これが使われている。今でもなおですね、この JP カラーと言われるような形で、スチールブルー、これがですね、各モデルに採用されているんですね。ただ、その起源は670にあったというように記されてますね。なので、この双子の兄弟ですね、670、これがお兄ちゃんなんじゃないかなと思っております。で、この1300っていうのが、以降ですね、本当に知名度も高くて、今で伝説となった靴なんですけれども。スポーツ選手に例えるとですね、私たちの世代だと、その弟が大成しがちという、なんかですね、あるんですよ。で、これははっきり言ってですね、そうじゃない可能性は高いですし、ひょっとしたらですね、関係ない話かもしれないんですけれども、スポーツ選手に関しては多かったですね。このスポーツシューズに関してもですね、ちょっとそれと、被るものがあるなと思いながらだったんですけれども、活躍して愛され、大成した弟がですね、言う言葉があるんですよね。私は兄になりたかったと。兄の背中を追ってここまでこれだと。偉大な兄を慕うシーンというのが、つきものというかですね、あるんですよ。だから1300にとってもですね、この、670という品番、背中を見て育ち、670があったからこそ、ここまでの活躍あったんじゃないかなと
いうのを一人で勝手に妄想しておりました。はい、妄想はこのくらいにしておいて、実物レビューしていきたいんですけれども、なぜこの670ホワイトフルレザーを購入したのかというところですね。これにはですね、私の幼少期の思いでこれがあるんですね。あの偉大な兄がですね、まあ、兄といっても私の兄ではなくて、まあ、近所の友達の兄ちゃんですよね、が576のフルレザーホワイトを履いてて、もうこれは衝撃を受けたんですね。かっこいいと。でいつか履いてみたいなということで、まあ、その頃の思い出が蘇ってですね、今となって、白いスニーカーをほぼ持ってないというところからですね、まあ、いつか履いてみたい願望を叶えるというところで購入になっております。で候補はですね、まあ、いろいろ品番ありますね。フルレザー、まあ、1400もありますし、まあ、私の足に合ってるものといえば、まあ、991-1500という自覚はあるんですけど、まあ、この辺の品番に関してはですね、アッパーがレザーよりメッシュがいいと、いうことは、私個人的には思ってますので、まあ、ちょっとこれは候補から、省かれると。でもともとその576見てたんだから576でいいじゃないかと、いうこともあるんですが、まあ、現行で発売されている576、まあ、そろそろですねインラインも、まあ、なくなるんじゃないかと言われているんですけれども、まあ、576に関してですね、かかと部分のデザインが、まあ、このホワイトフルレザーのものではない方が好きなんですよね。ということで、576より670と、まあ、670という品番を履いたことがなかったので、まあ、履きたいという願望と、まあ、手に取ってですね、この高級感、ライニングのレザーの質、この辺を汲み取ってもですね、まあ、もうこれだと、フルレザーを履くなら670だというのが、私の頭にありました。でですね、まあ、3月のバースデークーポンだったりポイント2倍だったりを駆使して、ゲットするという感じでございます。はい、あと本体見ていきたいと思います。まずミッドソールから見ていきましょう。まあ、先ほどからの説明もあった通りですね、これ C キャップですね。特にこの辺に記載っていうものはないです。刻印もないですね。でこう、まあ、眺めていくんですが、このカウンターリインフォーサー、これの下にですね、まあ、C キャップとの間に1枚、これグレーの何か挟まってますね。これ何なんだろうと思ってですね、まあ、こう、C キャップをもみもみしつつ、この素材の硬さとかをこう、ちょっと見てるんですけどね。まあ、結果的にこれ C キャップより硬い素材がですね、まあ、1枚挟まってますね。でこれ何かというと、おそらくは、まあ、安定感、これを増させるための素材クッションを1枚引いているのではないかと思います。でアウトソールはですね、ビブラムソールです。まあ、古いモデルですね、ビームラブソールは使いがちというところでございますが、このですねビームラブソールを見てて、まあ、ちょっと不思議というかですね、面白く思ったところが、これ先端部分ですね、これ見てもらうと分かるんですが、この部分、まあ、結構広めの先端部分なんですけど、ここの傾斜ですね、まあ、90度まではいかないんですが、結構しっかりですね、これ L 字になったような形でついていると、うん、っていう感じなんですよね。あの他のいろんな品番見てても、巻いてつけられているもの、ここからめくれていきがちなんですけど、結構ですねこれ巻いてつけたにしては綺麗な傾斜、ちょっと他のものと比べたいので、まあ、これ1400ですね。これの先端見てもらうと、まあ、こんな感じ、まあ、後でこう、ぐるっと巻かれてつけているなという感じしますね。で結構このつま先から剥がれやすいですよね、皆さん。まあ、これがまあ普通だと、まあこれまでも思ってましたが、この670に関してはですね、もう結構しっかりしてるんですよ。で、もともとこのソール自体がこの傾斜なんじゃないかなっていう風には思ってますね。これ曲げて、
つけられたにしては綺麗すぎるなと。だから多分このつま先のめくれ体勢みたいなのは比較的強いんじゃないかなという気はしております。はい、続いて全体的なフォルムカラーリングなんですけれども、真っ白レザーに、N ロゴの縁がグレーというところと、カウンターリングオーサー、ここがグレーという感じですね。であと刺繍が、まあ、グレーシルバーなのかなというところです。でアウトソールが黒、非常に本当にねクラシックな形ですよ。はい。で、メッシュ素材なのがここの終端の部分、ここだけにメッシュが使われていると。ここだけ見たらちょっとスポーティーな印象もあるんですけどね、まあ550みたいな感じの、なんですけど、まあ、全体的に見てですね、まあ、本当にこう高級感あふれるものとなっております。でなんといってもこの終端裏とライニングの素材の革張りですね、ここがですね、まあ、裸足で履きたいと思わせてくれるような感覚でございます。まあ、中のクッションもしっかりしてまして、まあ、本当にですね柔らかな、まあ最初はちょっと硬さは感じるかもしれないんですけど、これはですね非常にいいですね、気持ちいいです。でこの辺のですね、まあ、裏部分だったりにすごくこう高級感、これを感じますので、これはですね本当にこうなんていうかな、大人の白いスニーカーというような印象、本当に高級感あるなという感じはしますね。はい。で、まあインソール外してますけどね、中身もこのような感じ、まあ、よく見る、クラシックな作りですね。はい、となっております。でインソール、これちょっとね見ていきたいんです。このインソールに関しては、まあ、よく見ます。まあ、SL2 フィットと書いてありますが、まあ、991だったりですね、まあ、ちょっと前の、993だったりとか、まあ、990V2 とかにも使われてますね。はい。あの、オーソライトではない、まあ、沈み込まない方のやつです。私はこれが好きですね。はい。というものが入っております。まあ、特にですね、U、ものでもないかとは思いますが、まあ、このインソールが入っていると、モデルによってもひょっとしたら違うかもしれないんですけど、で今回このフルレザーモデルということで、まあ、非常にですねシンプルでありながら、まあ、高級感感じますね、気に入っているモデルでございます。はい、久しぶりに B 面でございます。これ分かりやすいようにですねちょっと室内で履いております。まあ、適当にですね履いてます。でまず右足、向かって左なんですけど、これヒールロックしてません。こちら、まあ、いつものようにヒールロックをしているという履き方なんですけど、これ今何してると思います？ちょっとマイクをオンにしてみましょうか。これまあうすうす皆さん気づかれてると思うんですけどね、音が鳴りますね、まあ声を発する靴だということが分かっております。すごいですよ。で前回の B 面ありましたね、あれ私許せなかったんですけど、今回のこの B 面に関して私はですね特にその許せないまでもは言ってないんですよね。まあ履いていくうちに、まあ、多分ね黙ると思うんですよ。はい。ただですねやはりちょっとその履く人によっては、まあ、ちょっとねこれ受け入れられないっていう方もいるのかなと思って、まあ、今回 B 面として、やりましたが、
しょうがないですよね。川と川がですね、この部分ぶつかって音が鳴るというところです。まあ、擦れてきたらですね、ひょっとしたら、まあ、緩和されるのかなということは思っておりますので、まあ、これ個人的にはですね、別にその B 面としてあげるまでもなかったのですが、このような、性格を持ち合わせてますよというところでございました。